こんにちは、バベルチャンネルの楽しみです。今日はですね、ショート動画でおなじみのあの方がついに本編に来てくれるということで、早速ね、お呼びしちゃおうかなと思います。それではいきますよ。サソン、ヘアダマーサソンです。ついにショートからロングに。サソン、どうもサソンです。一瞬声遅れて聞こえますみたいな人になってしまいました。いや、そうなんです。ちょっとこういう感じでしちゃってます。癖強いな。癖強いな。今日も質問来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やっぱなんかで、ずっとオファーをかけてたんですけど、スケジュール NG がずっと都合があって事務所がね、ねえ、なかなか通してもらえなかったね。今回やっと。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、そうそうはね、YouTube のショートとか Instagram のリール動画とかね、そうそうタイムはい人気コンテンツですね。そうですね。もう子供から大人まで、はい、どこで有名なんですか。福島区限定です。福島区限定でね、まだまだね、ちょっとね、空港出れないっていう感じが。いや、もうこのコアなファン層が。そうですね。でもマジで街中歩いてたら、そうそうってもう呼ばれる。おお、ほんまに呼ばれるんですね。もうこれ本当に僕聞いた時ちょっと衝撃を受けて。そうなんですよ。でもずっとファンでいてくれたお姉の方が東京行っちゃって、はい、あちょっとファン一人減っちゃったんですけど、悲しい。そうなんです。まだその方にね、この YouTube が届けばなという。もう届いてくれれば見たらいいっすね。これがね、その SNS というか、確かにそうですね、こうネットのいいところなんで、はい、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。でも今日はね、そのソウソウがリールとかショートで面白おかしいソウソウが映ってると思うんですが、はい、まあ、ソウソウがね、もともとバーバーで、おー、はいはい、働いて、はい、でそこからこの美容にね、変わったっていう、ちょっと異色な感じがあるかなと思うんで、はい、経歴を持ってるソウソウが思う、なんかバーバーと美容の違いだとか、おー、なるほど、変わってみて一番感じる部分とかね、はいはい、なんかそういうのを、まあ、バベルチャンネルのね、ジュニアスタイリストとかアシスタントの方に向けて発信してるチャンネルですので、はいで、まあ、そういった方がちょっと参考になれば、はい、はい、嬉しいなと思いますね。そういうのね、お話しいただこうと。今日はちょっと真面目そうですね。ああ、じゃあちょっと真面目に行かさせていただきます出して答えます。本編の方にそれでは行ってみたいと思います。レッツね、そうですね、質問もはいしていく。よろしくお願いします。が今日はね、もういつもはね、インスタグラムとかでね、質問募集してはいなるかと思うんですけど、今回はちょっといろいろピックアップしてありがとうございます、はい、させていただいたんで、まあ、早速一つ目の質問にね、はい、いこうかなと思います。お願いします。まあ、率直にね、バーバーから美容になぜ転身したのかみたいな、なるほど、転向したのかみたいなところですよね。気になるという方もいらっしゃると思うので、ぜひその辺ねちょっと教えていただきたいんですが、僕自身の話でいけば、アメリカのボストン計画っていうのがね、実はバベルではありまして。ありますね、はい、そのアメリカに行くにあたって、はい、やっぱこう時差が12時間もあるんで、12時間もあるんで半日あるんですね、ボストンって。そうなんですよ。だから一人でボストンでいろんな壁を乗り越えていかなあかんっていう状況下で、うん、やっぱこうメンズもレディースもできるっていうのはやっぱ強みなのかなっていう。確かにそうですね。最近でも多いですよね、なんか両方学びたいみたいな。うんうんうん、多いと思います。めっちゃいいと思います。僕はそこを強みに、うん、転職しましたね。いつかね、そうそうボストン編もね、ああ確かに YouTube で追いかけたいですね。確かに僕も Vlog 撮ってると思うんでそそ Vlog をぜひね。いや、海外行って Vlog 撮り出したら、あ、こいつそばだなと思うんですねちょっとね、なんか確かに一人でずっとこうやってると思うんだけどいや、染まってんな、そいつはそいつは染まってる。いや、でもちょっとそうなの、楽しみに、ね、はい、したいですね。いや、ありがとうございます。2つ目の質問、はい、バーバーから美容にね、変わって感じる苦労を教えていただきたいんですか。これはね、正直たくさんあります。やっぱりこう体感としては、うん、美容から美容にバーバーに移る方が楽というか、楽って言い方もあれなんですけど、うん、もうこれなんでかっていうと、長い髪の毛に慣れてないっていうのも大きな要因なんですね、はい、やっぱシャンプー一つ取っても指絡まる長さなんて確かにバーバーにはないんで。ないっすよね、うん、指抜きなんてないっすもんね。指抜かなくていいみたいな確かに。そうなんですよ。そっか、そういうところから始まって、うん、で特にこの要は U パートっていうんですかね、はいはいはい、うん、まあ分かりやすく言うとここの、はい、ここの部分から、うん下、はい、ほぼないじゃないですか、はいはいはい、バーバーって。そうですね。もうここだけの話でだいぶ変わってくるんですよ。なるほどね。ケミカル的なね。これはやっぱ苦労しましたかね。してますね、なんだね今も
現在進行形、ね、現在進行、まあ、学ぶことが多いから、やっぱそんだけね、急にデザインの幅も増えるし、いや違いますね、変わってきますよね。いやめっちゃ変わりましたね。いや面白いですね。いやこれはでも楽しいです。いいとこでもあり、ギャップを感じるところでもあるかなっていう、面を綺麗に整えるのと、どのこう角度で引き出してみたいな話になってくると、確かに収まりがとかね。そうなんですよ。確かに、それちょっと面白い。いや結構面白いですね、はい、今の質問とね通ずるというか、まあ、似てる部分もあるかもしれないんですけど、バーバーと美容の違う部分っていうのをまたちょっと教えてもらえたら、はい、もう自分自身の体、はい、経験をもとに自分の言葉で表すなら、経験と感覚でいくのがバーバーやとしたら、やっぱもうケミカルに基づいていくのが美容なんですよ。やなっていう方を大きく分けて思ったなっていうのがあって、女性になってくると長くなるんで髪の毛が。だからこのね、根元中間毛先っていう分け方ってやっぱこう概念としてやっぱ美容の方が強い。例えばヘアケアマイスター、ヘアケアマイスターを取らなくても美容は同じぐらい多分知識あるんですよ。営業で学ぶ、それに対してバーバーっていうのはやっぱ決定的に知識が不足する部分がやっぱあるんで、まあそこはこう大きく分けたら、こう経験と感覚でいくバーバーと、やっぱこうケミカルに基づいていく美容と大きな違いはあるかな。続きまして、はい、バーバーと比べてね、美容のすごいなって思うところ、これね、スピード感。バーバーが遅いんじゃないですよ、はい、例えばバーバーってカラー、例えばカラーで例えると、塗る場所ってそんなないんです。そんなないはずなのに美容と比べると大して差がないというか、あ、まあ、相当ね、短いメンズに関してはめっちゃ早いですけどはい、はい、まあ、それなりに、まあ僕とかもそうです、それなりにまあちょっとメンズでは長さがないですけどあるとした場合、もうそれでも塗布時間、そんな変わらないっていう、ロングでやるってなった時のギャップがあるじゃないですか、染まる時間、一発目通した時の最後通した時の染まるギャップを考えた時の自然と手際良くなるというか、だからそれはねすごいなと思いました。バーバーから美容に移った時に、え、早っっていう俺早っっていう、もうね確かにね、それちょっと面白いですね。あ、面白い、ちょっと面白いなと思ってですね、続きましてバーバーと比べて美容の楽しいところですね。まあ、今美容に携わってみて、なんかここめっちゃ楽しいなみたいな。これはね、男性と女性の違いなんですかね、はい、美容室って、まあ、もちろん男性も来るんで、両方の情報が得られるんですけど、はい、メンズサロンはめっちゃ偏るんですよ。メンズサロンあるあるですけど、女性の話をしたり、ラーメンとかね、ああそう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 、ラーメン焼肉とか、よぎそうよぎそう、ああいう会話が多いんで、はい、そういう情報に偏るんですけど、はい、逆に美容に来ると美容にも偏るんです、もちろん、女性も情報量が多いんで、はい、例えばおしゃれなカフェ、はいはいはい、ランチとか、そうですね、特に福島区やったら結構多いんで、もうその界隈の、はい、こうね、インスタ映えスポット的なはいはい、はい、なんか話になったり、あとはゲームとかね、意外と女性めっちゃゲームされてる方多いんで、そういうゲームの話であったりとかで、はい、おえーってこう、はい、こっちがもうずっとえーみたいな、はいはいはい、ことになりますね。いろいろとありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと面白いですね。でそこでちょっと早々に、今バベルチャンネルは結構アシスタントの方とか、はい、1年目から、まあ、5年目とか、まあ、ちょっと若手に向けて発信してるんですけど、早々が思うアバラバーとか美容とか、なんかこういい点とか、まあ、そういう方々に向けてメッセージがあればお伺いしたいんですが、めっちゃガチで答えるんで、バーバーと、美容みたいな分け方は基本されるんですけど、正直その垣根ってなくて、もうねアシスタント時期とかやっぱこうグーって狭なる時期がやっぱあるんですよ、何回もあったんで僕は、グーってならずにこう貪欲にこう情報をこうね欲すればというか、自分がこうしたいって思うことに対して絶対美容師やろうがバーバーショップ店員であろうが関係なくやっぱ聞いたら答えてくれるんで、一人でねこうグーッとならずに、こう自分が楽しいと思うことをどん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 、やっぱやってほしいなと思いますね。もともとやっぱこう楽しいのかなって思って、楽しそうだなと思ってやっぱこの業界飛び込むと思うんで、まあそういう方特にね、楽しそうと思うことやっぱずっと追い続けて、まあこうやってほしいなっていう、ちょっと上からですけど、ね、せっかくこうやりたいと思ったらやらせてくださいとか、これどうなってるんですかみたいな、例えばバーバーでも美容の人に聞いてみたりとか、はいはいはい、してもいいんじゃないかな。まあバベルはね、美容もバーバーどっちもあるから、ね、このね垣の越えやすいですけど、はい、まあ美容室しかない会社とかだったらね、もう今だったらこういう動画とか、はい、まあ SNS とかでもね、なんかいろんなの見れると思う。
で、なんかそういうのでね、ちょっとコメントとかね、はい、まあ、バビルチャンネルに残してくれたら、それをガンガン企画にしてね、ああ、確かに、そうですね、はい、なんかすることもできるし、なんかそういうのはね、本当に今の時代だからこそできそうなこともいっぱいありますよね、はい、全然いいと思います。はい、あ、そうそう、インタビューに答えていただいてありがとうございました。思ってた以上に、なんかいい話もたくさん聞けて、はい、なんか本当にバーバーと美容のね、結構違いじゃないですけど、バーバーのいいところで、美容のまだいいところみたいなのが結構ちょっと見えたのかなというふうに思います。はい、まあ、これも、なんか、バーバーがいいとか、美容がいいとかね、決してないかなと思うんで、さっきそうそう言ってくれてたみたいな、本当になんか自分の興味あることにまずはちょっと取り組んでみて、はい、そこからまたいろんなものが派生して結局最後つながってきたりね、はい、すると思うので、ちょっとそういうのをね、皆さんぜひちょっと意識というか、この動画でなんか少しでも参考になったら嬉しいなと、はい、はい、いうふうに思います。思います。バビルでも美容室とバーバーとかがあるので、結構ここは強みだと思うので、なんかね、本当にこういうのもコメントでなんかご質問とかあれば、美容バーバー問わず残してもらえたらね、嬉しいなと思います、はい、思います。はい、またソーソーもね、インスタグラム、あ、はい、はい、やっておりますので、もうあのソソアンダーバータイプ .jp です。概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひフォローして、はい、よろしくお願いします。まあ、たまにあのゲリラでライブ配信したりとかしてて、ソソ の相談所となっておりますので、ソソの部屋が、ソソの部屋がありますルールルって言って始まる、はい、やばい、完全にそれですねもうあの、何でもね、誰と思わないで、うんうん、何でもって言ってください。で、最後にね、このバブルチャンネルもぜひチャンネル登録と高評価も、高評価もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、またソーソーでもね、ちょっとなんかいろいろ動画撮れたらちょっと面白いかなと、はい、確かに思ってるんで、はい、今回ね、ちょっと真面目で系でしたけど、企画系とかもね、はい、はい、ちょっとやってみたいなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください、はい、はい、いやいやもうたくさん見ていただいたら、よりソーソーが出る頻度高くなってくるんで確かに、ソーソーの動画が回るぞってなったら必然的に出ますからね。そうなんですよ、はい、間違いないですから、いずれあなたの学校に行くかもしれません学校行こうのコーナーが、はい、復活、バブルチャンネルで復活、そうそうそう、うわすごい、あの屋上から学生が悩み叫びますから、ね、そう、言えないって言うのかですね若い人おるかな世代的に若い人おるのかな、あ、確かに、ちょっとね、期待したいところですが、はい、はい、ぜひね、そんなも期待してお待ちください、はい、ではまた次の動画でね、お会いいたしましょう。さよなら。We got lost and dragged each other down. We kept